Images and video taken will be used by the organizer for purposes such as publicity. Thank you for your understanding. If you have any questions, please feel free to talk to our staff. One more thing. We would be grateful if you can add two hashtags when you publish posts about the event in social media. They are Otomachi and Memorial Rebirth. Thank you. 今日会场内摆放了大量电子仪器与电源线，请您务必注意勿在会场内奔跑。请您务必注意勿在会场内奔跑。洗手间位于游泳池的隔壁，如有需要的观众随时可以使用。今日除了照片与影片的摄影之外，现场还有其他的媒体采访。所有的媒体素材将由主办方使用于宣传等活动，也请您多加包涵。如您有任何问题，请告知附近的工作人员。如果您愿意在任何社群网站上传本活动相关照片时，欢迎配合公关处理。それでは次の方を開演いたします。メモリアルリバースの作者であるアーティスト大森新庄を紹介させていただきます。現在東京芸術大学美術学校長学科および大学院グローバルアートプラクティスシアターを監修、世界中の芸術祭や美術館、ギャラリー、展覧会に参加する国際的なアーティストで、展示空間を非日常の世界に生まれ変わらせ、鑑賞者の心境的な感覚を生み出す、このダイナミックな作品群で、日本を代表する芸術家です。Let us introduce the artist of Memorial Rebirth, Omaki Shinji. 我们请到这次 Memorial Rebirth 的作者、艺术家大井修四先生为我们自己的大名号。二十区選挙で7回開催し、今年初めて荒川を渡って西新井にやってきた Memorial Rebirth 選挙。大牧さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。西新井の人たちは危ないよ。皆さんこんにちは。ちょっとずつ声が出てきましたね。先ほどもアナウンスされてましたけど、今年国際的なイベントがなくて、なんか英語も中国語も日本語もすごい広がってきています。で、足立君も日本の方以外にも海外の方も住まわれて、いろいろな国の方々が住まわれて、今晩足立区自体を活性化していると思うんですけど、その中で新しい、祭りというか、新しいコミュニティ作りというところを、考えたようです。メモリアルリバースという作品を皆さんと一緒に、皆さんと共にやっていこうと、新しいお祭りとして、シャボン玉踊りとか、シャボン玉のパフォーマンスを皆さんと一緒に作り上げていこうと、始めた、パフォーマンスです。ぜひ、西新井の方々も一緒になって、足立区全体で、このお祭り、この皆さんのエネルギーを一つの形にして、展開できたらいいなと思っていますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあちょっと、メモリアルリバースというのは、2008年、もう横浜九年から国際展で初めて発表した作品です。それが世界中にも展開してまして、昨年は本当に香港でやりましたし、いろんな国でやってきています。なので、この作品をいろんな国の人たちが皆さんと同じようにその風景を記憶に残しながら、子どもたち、おじいちゃん、おばあちゃんみんなでその風景自体を記憶に残していくという作品ですので、ぜひとも写真を撮ったり、一緒に踊ったりしながら、この一瞬を皆さんの思い出に残していくださいよろしくお願いします。今日はですね、
本当に新しい挑戦がいっぱいあるんですね。そういうことはちょっと後でトビさんから話したいなと思うんですけど、8年もやってくると1つのことだけではなくて、最初はその名前だけだった、それがモモ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 いろんな風に展開してきたのがこのシャボン踊りなんですけど、でそれをこうどん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 発行させて、北千住の盆踊りはできました。で今年は初めて、西新井の新しい曲で盆踊りを作っていますので、ぜひとも皆さんでその歌を歌いながら一緒に踊っていただければいいなと思っていますので、恥ずかしがらないでください。恥ずかしい人、恥ずかしい人は作ってあげないんですよ。いいですか、踊れる人手挙げてください。全員上がらないですね。足立区の西新井の人は引っ込み思案ではないですよね。踊ってくれる人手挙げてください。じゃあそちらの方踊ってくれないんですか。こちらの方もちょっと少なかったようですよ。じゃあみんなで踊ってくれる人、声で踊ってくれる人、はい、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。 Thank you very much. We would like to welcome Chori-san and Tomizuka Emi-san. 谢谢您，接下来我们将现场交给昵称 Chori-san 的副总惠美小姐。ありがとうございました。ここから昼の部の進行は Chori-san こと富塚恵美さんにバトンタッチします。それでは Chori-san お願いします。はい、Chori です。皆さん集まってくださってありがとうございます。今日は、踊り手の、西にキッズボンダンサーズの皆さんが皆さんのお手本として、円の中心で踊ってくれますので、踊りがわからない人はその人たちの踊りを見ながら、ぜひ初めての方も踊っていただけたらと思います。じゃあ踊り手の皆さん、ちょっとお立ち台に乗っていただいて、皆さんでまずは踊りの振りの練習をしましょう。いきますよ皆さん。ちょっときつかったら動ける幅に広がっていいですかね。まずは左手両手を右斜め上に上げてください。でそこで手首をひるがえします。周りくるっと手首をひるがえします。反対側も同じように左側にしてふんわりいきますか。これはシャボン玉がいっぱいこれから出てくるので、そのシャボン玉をこうくるむような形でぐるっと返してください。最初ふんわりふんわり、次は考えるポーズです。こう顎のところに手をやって、そうそう、右手を顎の下で、その反対側、左側続けると、ふんわりふんわり考えて、そう、これはシャボン玉をうっとり眺めるような感じで気分を表現してください。でその次、壁塗りと呼んでいますが、こういうポーズです。そう、手をしっかり伸ばして、で反対側も壁塗り、壁塗り、その後は上からピュッて下、上から順々に刻みながら、そう、伸ばしていきます。頭からいきますよ。右斜め上、せーの、ふんわりふんわり考えて、壁塗り、壁塗り、ピュッて下、ここまででもう半分です。あとは両手をグーに軽く結んで、胸の前でワク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 、次は指を刺します。右斜め前、左斜め前、右斜め後ろ、左斜め後ろの順です。続けると前前後ろ後ろってやります。で最後1、2の3と足踏みしてジャンプでポンと後半いきますよ。ワクワク、これはシャボン玉がいっぱいあるので、その中のどれを潰そうかなってちょっと企んでウキウキする感じ、ウキウキ
ワク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 指さして前前後ろ後ろ1、2、3もう大体できちゃいますねじゃあ頭からふんわりから続けてみますよ。いきます。両手上にせーの。ふんわりふんわり考えて壁塗り壁塗り降ってきた。ワク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 指さしてあっちこっちそっちどっちどっち2の3いい感じですじゃあこれを音楽に合わせてゆっくりやります。皆さん、今日はたくさんの人が来ているのでぐるーっとこう流れるプールのように反時計回りに回ってほしいんですが、ちょっとこの前通るときちょっと狭くなるんですけど、ここも遠慮なく前通っていただいてぐるーっとみんなで円を描いて踊りましょう。では進行方向は右側です。右を向いてください。皆さん座ってる方立ってください。座ってる方立ってください。ありがとうございます。あ、そうですね、これ皆さんが頑張って踊ってくれないとシャボン玉全然出てこないので、みんなで踊って元気をこうシャボン玉に分けるとどんどんシャボン玉が出てきますので、みんな元気よく踊ってください。座ってる方立ってください。荷物を床に置いてる方はこれから移動するので荷物を持ってください大丈夫ですか。ちょっとゆっくり歩きながら、ワクワクとか無理して進まなくてもいいので、ちょっとずつちょっとずつ前の人から遅れてもいいので、慌てずにぶつからないようにちょっと動いてみましょうか。もうちょっと外側に広がって大丈夫ですか。そうですね、ここの辺ちょっと今人いないのですが、ちょっと前に流れてもらえるとありがたいです。大丈夫ですか。ちょっと私のまだ音楽かけずに私の土ジャンセンでいきますよ。進行方向右です。右側を向いてちょっとゆっくり歩いてみましょうか。皆さんちょっと足踏みしてゆっくりゆっくり前に歩いてみましょう。そう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 、右側にちょっとずつ歩いてみますか。1、2、1、2、1、2、1、2、そう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 、そんな感じでゆっくり焦らず歩きながら踊ってくれると思います。いきますよ。右手を斜め上に上げて、内側に踊ってる人たちいるのでそちらの見本に見てくださいね。せーの。ふんわりふんわり考えて壁塗り壁塗り降ってきた。ワク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 指さして前前後ろ後ろ1、2、3ポン。ふんわりふんわり考えて壁塗り壁塗り降ってきた。ワク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 指さして前前後ろ後ろ。皆さん全然進んでないです全く進んでる様子がないです。難しいとは思いますが、踊りがわからなかったらなんとなく前に進むのを優先してください。詰まってしまうのでよろしくお願いします。じゃあね、やっぱりみんな音楽がないと